本システムは冷凍自動保管庫ラボストッカーミニと分注システムが連動しており、冷凍状態のサンプルから自動で目的のプレートを作成するシステムとなっています。ラボストッカーミニはサンプルの冷凍保管機能のほかにチューブの自動ピッキング機能、チューブの解凍機能を搭載しています。分注システムは分注機能、キャップの自動開閉機能、分注プレートへのシール機能を搭載しており、デバイス間の容器搬送を自走型多関節ロボットで行っています。これらの動作を自動化することで夜間での分注プレート作成業務を実現し、人材不足への対応、ヒューマンエラーの防止を図っています。ラボストッカーミニはサンプルの冷凍保管とロボットによる自動ピッキング機能を搭載した小型自動保管庫となります。回転する棚にサンプルをマイナス20度で保管することによってサンプルの品質を維持しています。また自動ピッキング機能によりマイナス20度環境下でサンプルを集約することが可能となっています。ラボストッカーミニの解凍ユニットでは分注システムで処理するサンプルを解凍することができます。ラボストッカーミニから搬送されたチューブラックを多関節ロボットが遠心機に運びます。遠心機ではキャップの裏側についている液滴を落とします。これによってデキャップ動作時の溶液の飛散を低減しています。またチューブラックを一つだけ処理するためにですね、バランス調整用のカウンターウェイトを使用しています。遠心機で処理したチューブラック、指定された分注プレート、消耗品のチップラックを分注機に運びます。処理は1列8本を同時に行い、1列ごとにデキャップ動作、分注動作、キャップ動作の順で動作します。分注動作は1マイクロから700マイクロで対応可能となっています。50マイクロ以上は往復動作で対応しています。このように1列ごとに処理することでサンプルが外気に触れている時間とコンタミネーションのリスクを低減します。 SBS 規格の分注プレートが最大26種類登録可能となっています。ウェル数は96ウェルと384ウェル、高さは43ミリのプレートまで対応可能となっています。分注動作完了後、分注プレートはシーラーに運ばれます。シーラーは熱溶着タイプで、分注プレートにアルミシールで蓋をします。分注動作完了後、チューブラックはラボストッカーミニに自動で戻り、冷凍保管庫の棚に再保管されます。シール動作完了後、分注プレートはスタッカーに運ばれます。これによって一連の自動動作は完了となります。